他のサロンに行くと行くと、うん、あのなんで形が持たなくて、すぐ嫌になっちゃうんですよ、はいはい、あのなんか、うん、何ヶ月も満足できるというか、うん、2週間ぐらい、だからすぐ嫌になっちゃいます、はいはい、それが僕ここで切るとってことですか。ここで切ると、うん、まあ、満足が続くから。なんか言わしてる感が満載。いや、でも思ってますよ。だから結局も戻る。皆さんこんにちは、美容師の山です。今回はね、リアルパーマスタイル。この動画を見ることで、ボリュームがない方とか、トップがねペタンコになってしまうとか、あとどうでしょう、スタイリングが楽になりたい。なんかね、外人風のウェーブというか、まあパンをかければね、おしゃれ感も出ますし、スタイリングは本当に楽になります。そういった方がね、この動画を見ると、私もこんなパーマかけてみようかななんて思うかもしれません。最後までね、ご覧ください。今ってね、カラーされる方が多いので、結構パーマ離れというか、パーマかけられない方多いですよね。でもね、私が担当させてもらってるお客様で結構一回パーマかけるとハマって、まあ、何回も、何回もというかね、ご来店の際は、毎回かける方多いです。まあね、今映像で、ワインディングっていう、まあ業界の中ではワインディングっていうんですけど、こういった感じでパーマを巻きます。割とね、まあ、細めというか、しっかりパーマかかるようにしっかり巻いていくような感じのパーマです。なのでゲスト様の希望としては、スタイリングが楽になりたい、自分ではセットが苦手なので、しっかりねベースのカットとパーマで楽をしたい、そんなご希望です。大人女性の方の髪質ってもう毎回言いますけど、すごいデリケートなんですね。年とともに髪質は変わってきます。特にトップのあたりは、まあ、ペタンとねつむじが割れたりとか、そういった状態になりやすいです。なのでこういったねパーマをかけることで、よりふんわり感も出て、スタイリングが楽で、なおかつやっぱおしゃれに見えるというのがいいんじゃないでしょうか。映像を見ると結構ねパーマかかってるの分かると思います。もう本当に乾かしっぱなしです。乾かしてオイルつけるだけです。とっても良くないですか。私は今もね、あのパーマが好きで、毎回かけるんですけど、もうジェルつけて終わりなんで、とっても楽ちんです。ですので、まあ、ちょっと雰囲気変えたい方、まあ、私の場合はね、カットで売ってますけど、まあ、カットがね、好きというか得意っていう感じで、皆さんにねお伝えしてますけど、ベースのカットがあって、パーマをかけるとより、ハマる方もいます。なので新しいねスタイルにどんどんチャレンジされたい方は、パーマっていう選択肢も一個あっていいのかなと思いますね。特にね、自分でこう髪を巻いたりとか、そういったのが苦手な方は結構かけられる方多いですよ。で、一回慣れてしまえばもう次からはね自然と抵抗なく入っていけれるので、パーマおすすめです。しかしやっぱりね、カラー結構ハイトーンにしてたりとか、ダメージという点でちゃんと髪をねしっかり見て判断しないと
すごくねかかりすぎてチリチリになったりとかっていうトラブルもあるので、やはり、まあ、初めてかけられるとかそういった時はちょっと慎重に毛髪診断をねしてからやった方がいいです。まあパーマかけて、今ねスタイリングオイルでしてますけど、本当に今日はねリアルを見てもらおうと思って、ドライヤーのシーンから、入りましたけど、本当これだけです。シンプルにすごい朝の短縮になると思いませんか？それでそのクオリティってすごくいいと思って、私パーマ好きですね。やはりねトップに動きがいくっていうのはより魅力的ではないでしょうかね。一番潰れやすいポイントなので、そこにあのパーマがあるとすごくボリュームが出ていいと思います。ですのでそのパーマをかけるかそのカットスタイルでいくかっていうのは結構ねその方の雰囲気もあると思うし、お好みもあると思いますしね、そこはよくね相談してもらってパーマをかけるのがいいと思います。まあ、ゲストさんなんかはねこういう外人風のなんかランダムな感じが好きなのでよりハマりやすいですよね。こうカチッとしたスタイルではなくてなんかナチュラルな感じが好きな方なので、とってもこういったパーマは気に入っていただいてます。さあどうでしょうか。いい感じでかかりました。もうほんと乾かしっぱなしで、こういったスタイル、とってもいいんではないでしょうか。髪でお悩みの方は美容師あやまにご相談ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。